ここにいたのか。一人でいると危ないぞ。あ、バイスお兄ちゃん。ここね、フィオナがよく遊びに行っていた森に似ているの。とっても気持ちいいでしょ。ああ、そうだな。さっきの歌は、あれはフィオナが？とてもいいお歌でしょ。フィオナの大好きなお歌なの。眠るとき、よくお母様が聞かせてくれたの。あの歌は…あ、何？フィオナ、こっちへ来るんだ。ジェイナスたちは？すぐそこよ。フィオナ、下がっているんだ。ヤツの狙いはフィオナだ。理由はわからないけど、そうみたいね。あなただけなら手を貸すつもりはなかったけど、フィオナちゃんは関係ないから。どういう意味だ？おしゃべりはおしまい。話が終わるまで、あっちは待ってくれそうにないからね。やるしかないのか。
余裕すぎるってのもな。引き返すわけにはいかない。当然の結果です。やったー！ミオナもっともっと頑張るね！なせばなる、なさねばならぬ何事。もっとお役に立てるように頑張ります。気持ちいい。フィオナちゃん、怪我はない？うん、平気。フィリーネお姉ちゃんは大丈夫？心配してくれてありがとう。私なら平気。よかった。しかし、なんで魔物がフィオナを狙ったりするんだ？ということもありますが、もしそうだとすれば何か理由があるのかもしれませんね。あなたたち結構やるじゃない。正直助かったわ。ありがとう。ご謙遜。あれくらいの魔物なら一人でもどうにかなったんじゃないのか。まあね、それは認める。でもこうはいかなかったでしょうね。手伝ってもらった恩もあるし、どう？私のところにちょっと寄っていかない？特別に私が便宜を図るから。こんなことめったにないわよ。本当ですか？ええ、これも何かの縁でしょうし。そいつは嬉しい申し出だが、魔物は倒した。お前の住む里へ立ち寄る理由はない。だよな。いやー、フィリーネちゃんとは俺との未来についてもっともっと語り合いたかったんだが、こんな大所帯で押しかけても迷惑だろうし、なんという無情。我が願いは一つ。ああ、神がいるならこの願いを叶えたまえ。それは残念ね。あなたとの未来はともかく、まだ魔物がいるとしたら？それが本当であれば案内してもらわなければなりませんね。もっとも、このままあなたを返すつもりはありませんでしたが。ん？どういうこと？それは後でいいだろう。魔物がいるというのは本当なのか？ええ、今のところ被害らしい被害はないけど、無害な魔物と言ってもいいくらいにね。それでもあまり気持ちのいいものではないでしょ。その気になってくれて嬉しいわ。場所はイリア大森林を南に抜けて南西に行ったところよ。さあ行きましょう。珍しいですね、ジェイナスさんが女性からのお誘いで乗り気でないというのは。なことはないさ。少しばかり疲れていてね、ゆっくり休みたいと思っただけさ。さあさあ、置いてかれる前にキビキビ歩きますか。行こうぜ、バイス。ああ、以前倒した魔物と雰囲気は違ったが、同じように強い力を持っていた。だが、倒した時、あの感じはなかった。この差は一体…